米海兵隊二等軍曹による腕座十字形の実演柔道型における腕座十字形腕座十字形は格闘技で用いられる関節技の一種である。腕に仕掛ける関節技の一種である。格闘技で最も有名で頻度を多く決まる関節技。講道館では関節技の一つに数えられる。発祥は古流柔術、柔道。相手の肘関節を逆に伸ばして極める。アームロック、アームバーの一種である。柔道、柔術、サンボ、プロレス、合気道、総合格闘技などで使用される他に、世界各国の軍隊などにおいても実用性が高い、都市格闘術の技として訓練されている。講道館や国際柔道連盟での正式名、IJFでの別正式名十字形、UH 十字固め、IJF略号、JGT、プロレスにおける、別名腕ひしぎ略十字固め、別名腕十字固め、十文字片腕座、十字逆、別表記腕座ぎ十字固め、腕ひしぎ十字固め、総合格闘技の試合における攻防技をかける側は、相手の上腕部を自分の両足で挟んで固定して同時に親指を天井に向かせる形で相手手首をつかみ、自身の体に密着させる。この状態から、骨盤のあたりを支点にして、相手の腕を反らせると、肘関節が可動域を超えて伸ばされて極まる。受け手が肘を曲げて、逃れようとしても、かけ手の背筋力の方が、はるかに強いため、一度腕が伸びてしまえば体格差があっても技を外すことは不可能に近い。足に力を込めて、相手の頭部と腕を締め上げるように極めるとさらに、外れにくくなる。そのまま力を加えると、肘からバリバリ音がして、靭帯を痛めたり、断裂したりする。脱臼することは少ない。肘は、下伸点だけではあまり脱臼しない。その一方で、手加減しやすいため、比較的安全な部類の技とも言える。また、応用範囲が非常に広く、熟練者同士でも極まり得る、奥の深い技と言える。総合格闘技やブラジリアン柔術などでは、裸絞りと並んで、最もポピュラーな技である。柔道の講道館に対抗した寝技が優れていた、不戦流柔術の田辺又右衛門の得意技であった。また、腕座十字形は柔道型にある基本の一つにもなっている。ロシアの柔道家が、ロシアの国技であるサンボの技術を柔道に逆輸入的に取り入れて、柔道の寝技技術の向上に一役買っていた。片腕と同時に、相手の片足を一緒に抱え込んで極める場合もある。相手は暴れづらくなり、逃げにくくなる。2018年からIJFルールでは、過度に相手の足を伸ばすと、待て及び指導となる。2016年リオデジャネイロオリンピック決勝戦で、裏十字固めを極めて優勝したケイラ・ハリソン裏十字固めは、両者うつ伏せでの腕座十字形。柔道川石メソッドでの別名逆十字。上腕座十字形は、マウントポジションを取った状態から相手に、覆いかぶさるように仕掛けようとする。腕の側にずれるように移動し、同時に、体の向きを、相手の腕を中心に90度回転させて移動する。方向の足を、相手の首にかける腕座十字形。柔道の上四方固めの体勢から仕掛ける。上腕座十字形と、逆の挙動を取る。柔道の横四方固の体勢から仕掛ける。片足を相手にかけて後方へと倒れ込むように極める。最初に足を相手の頭にかけるか胴体にかけるかは術者により異なる。白によるガードポジションからの腕座十字形のイラストガードポジションから仕掛ける。足で相手の首を刈り転がして極めるものと自らが相手に潜り込むように回転してうつ伏せの状態で極めるものもある。映画、柔道の神髄三船十段での仰向けのまま極める。場合の名称仰向き形腕座三角形から三角を解いて極めた場合の名称三角形腕座。横転形は四つん這いの樹への腕座十字形。四つん這いの樹の背後から右足を樹の右腰にかけ、右腕を樹の右脇を通して樹の右腕を取る。左足で床を蹴って前転し受けを横転させ、両者仰向けになって、腕座十字形に取る。腹刈り回転十字固めは、四つん這いの相手に、相手の後、襟と、後帯を取り相手の横に前転しての腕座十字固。四つん這いの相手に、相手の頭部側を向いてまたがり左手で、相手の後、襟を、右手で、また先膝裏固めは、腕座十字固で返されることがある。右足にカーフスライサーをかけられた者は、左足で相手の顔を押さえ、両手で自らの右足を掴んでいる。相手の右腕を掴み背筋力で引き離し伸ばし、相手の右腕を腕座十字固に取る。2018年から、IJFルールでは両者立ち姿勢からの関節技は禁止になったので、極めるのは困難になった。飛びつき十字固めは正面に組み合った状態から、勢いよく飛び上がり、片足を相手の脇の下で、もう片足を首を刈るように振り上げて、ぶら下がるように、自体重で、相手の体をくの字状にして、勢いを利用して回転し極める腕座十字固。術者によっては相手を回転させず、うつ伏せに極める。佐藤瑠美奈は、体側の足を折りたたんで、コンパクトに入る。剣道家臣は回転と同時に、相手の足を取ることもある。腹刈り十字固めは相手を引き込んで前かがみにさせて、横から腕をまたぎそのまま胴体となって、相手の頭側に回転して十字固めに極める。回転時に足を相手の股に入れるなどして、回転を促すことが多い。術者によってバリエーションに富み、中村信介は相手の背中に押しかかるように回転するほかに、ボルクハンは手首の関節を極めて強制的に前かがみの体勢を作る。田中稔は、稔スペシャルの名称で使用しており、相手が直立の状態からスピーディーに入って仕掛ける。2018年以降もどちらかが膝をついているなど、IJFルールでも使用できることがある。首刈り十字固めは腹刈り十字固めのように相手を前かがみにした後に、相手の頭をまたぐようにして、前転と同時に頭を刈り十字固に極める。前転しないで横転し、相手を首を刈って後方に倒して極める方法もある。2018年以降もどちらかが膝をついているなど、IJFルールでも使用できることがある。側面から後方へと相手の肩に飛びつき肩車に近い体勢になり前方回転して腕座十字固を極める。サンボの第一人者であるビクトル・コガが由来。巴十字は巴投げからの腕座十字固である。もともと、巴投げは、腕座十字固との相性が良く、投げで一本にならなかった際に連絡技として使われることが多い。巴十字は巴投げを仕掛けると見せかけて、相手の膝に足を当て、そのまま引きずり込むように裏十字をかける。背中をついてから、腕座十字固を仕掛ける方法は2018年以降もIJFルールで使用できる。旋回式腕十字。編集旋回式腕十字は引きずり込んで、またぐのと違い、飛びつき式の要領で足を旋回させる巴十字。別名片足肩回転十字固め。片足落とし十字固め。編集片足落とし十字固めは、鳥の釣り手側の足を、樹の腰に当てて、鳥の釣り手側の足を伸ばしての巴投げから樹が空中にいるとき、引き手を、釣り手側に引いて樹が仰向けになるように回し引き手側の足で樹の首を刈っての両者仰向けでの巴十字。ビクトル落とし十字固め。編集。ビクトル落とし十字固めは鳥の釣り手側の足を樹の腰に当てて引き込み、背中をついたら両足を樹の腰に当てて樹を持ち上げ、樹が仰向けになるように引き手側の足で樹の首を刈って回しての両者仰向けでの巴十字。なだれ式十字固はプロレスにおける技。コーナー最上段に相手を乗せた後、勢いをつけてポストを駆け上り、前述の正面飛び式で飛びつき、そのままマットに倒れ込み、なだれ式に腕ひしぎ抱く十字固めを極める。国際柔道連盟では十字固のみが正式名称だったが、後に UH 十字固めや講道館での正式名、腕座十字固が正式名称に加わる。しかしながら、日本以外ではそれ以降も、ほとんど、十字固と呼ばれている。腕ひしぎ、逆十字固めは、ワールドプロレスリングで実況を担当していた、古舘一郎が用いたことにより、広まった呼称だが関節を極めることを、逆を取るということによる影響とも言われている。古流柔術や高専柔道では、十字逆の呼称が用いられた。柔道河合氏メソッドでは裏十字固めのことを逆十字と呼んでいる。英語圏においては、柔道以外ではアームバーとほぼ呼ばれているが、腕座腕肩など他の腕を伸ばすアームロックやプロレスの締め技アームバーにもこの名称は使われる。なお、ストレートアームバーといえば、こちらは腕間の一種で別の技である。うつ伏せの状態の相手に、この技を極めた状態を裏十字固めと呼ぶこともあるが、プロレスにおいては、三沢光晴がビッグバンベーダーにこの技を繰り出した時に、裏十字固めの名称を使用。両腕への腕座十字固に見えるダブルアームバーは、腕座膝固に分類される。ありがとうございます。